チャンネル。スーパーコスモグループプレゼンツ、トラタマプレミアム。Tell me your story, how it all began. この番組はパチンコ&スロット、スーパーコスモグループがお送りします。皆さんこんばんは、 ABC アナウンサーの高野純一です。トラバン主義の ABC ラジオが阪神タイガースを応援するトラサマプレミアム、今夜はキャンプ真っ最中の沖縄から中谷正浩選手のインタビューをお届けします。去年は70試合に出場し、代打として勝負強さを発揮するも、スタメン出場はわずか8試合。生え抜きプロ11年目を迎える今年、どんな覚悟を持ってキャンプに挑んでいるのか、この後たっぷりお聞きいただきます。虎の心。 I wish I could stop and stay in this town just for a while. AM1008 FM933 の ABC ラジオがお送りしています、トラタマプレミアム。お待たせしました。それでは中谷正浩選手のインタビューです。それでは中谷選手です、よろしくお願いします。お願いします。今日が紅白戦がありまして、残念ながらチーム敗れてしまったんですけど、中谷選手おたけびしてました、試合後罰ゲームで。そうですね、叫びましたね。中谷選手だと思って我々も現場にいたんですけど、ちょっと聞き取れなかったんで、はい、もう一回おたけびの内容を聞かせてください。11年目の中谷です。今年は11年の味を出せるように頑張りますって言いました。もうプロで10年やってきたってことですね。そうですね、はい、年数だけは。いやいやいや、でもそのプロ野球の世界で10年やるって、なんかいろんな方からなんかそれってすごいことだとかなんか聞くんですけど、はい、自分の中では実感どうですか、プロで10年っていうのは。そうです、本当あっという間に10年経っちゃったって感じですけど、まあ、本当いろんなことありましたし、まあ、いろんな引き出しは多いと思うので、まあ、なんかあれば、はいはい、経験を使えたらいいなと思います。はい、今年のキャンプ、今第2クール入ってますけど、もう第1クールから連日選手たちの帰る時間が去年までより遅くなったなと思ってるんですけど、どうですか。まあ、そうですね、去年がどんな感じだったか分かんないんで、 あれなんですけど、でも本当遅い時間までやってますし、まあ、本当追い込んでやれてるんじゃないかなと思います。2年ぶりの一軍キャンプとなりましたけども、そのあたりはどうですか、去年そして今年って、まあ気持ちの違いであるとか。まあ、そうです、本当去年悔しい思いして、まあ秋からスタートっていう形だったんですけど、今年はまあ本当沖縄でしっかりアピールできる場面が多い中で、まあ本当空回りせずに、まあしっかり自分のやれることをやりたいなと思います。このキャンプは中谷選手、何かこの部門を精度高めていきたいとか、そういうテーマは持ってる、やってるんですか。本当バッティングでもっともっと成長できるようにやろうと思って、一日一日、まあ、後悔しないように振ってる最中ですね。はい、どうですかね、バッティング面でこういうところっていうのは。まあ、そうですね、まだ試行錯誤でやってますけど、まあ本当おのずといい形になってくるんじゃないかなと思います。あの20本ホームラン放ったのが2017年で、あ、もうそんな経つのかってこう我々思ったんですけど、中谷選手の中ではその2017年の姿を追い求めていきたいのか、どうですかね、このそこからの歩みでまた違った自分をっていう思いなのか、どうでしょう、そのあたりは。まあ、そうです、本当2017年の、まあ、感覚っていうのを戻したいって思う反面、まあ、もっともっと違う風にチェンジしていかなきゃいけないなと思う中で、まあ、本当いろいろ試しながらもっと良くなるようにと思ってやってます。今思うとその17年はこう自分の中では何が良くて20本ホームラン打ってたなっていう感じなんですか。まあ、無駄なこと考えずに本当ピッチャーと勝負できてたっていうのが一番じゃないかなと思うんですけど、まあ、今は本当いろいろこうなった時のダメな、まあ、自分の癖とかも、もう本当11年やってるので分かってきたので、まあ、そういうのをちゃんと調整しながらやっていきたいです。こう何も考えずにピッチャーと勝負するって、これが意外と難しいみたいですね。いや本当にもう打席の中で自分と勝負する時もありますし、まあ、本当シンプルにピッチャーの方が格上で打てない時もありますけど、まあ、本当究極は
と何も考えなくて、うん、ピッチャーと勝負するのが一番と思うので、まあ、そこを目指してやっていきたいです。ここの3年間は結構そういう打席の中でいろんな考えとか思ってしまうことが多かったですか？まあ、本当2017年も自分が追い求めてやれてって、まあ、過去の自分に戻ろうっていうことばっかしかやってなかったんで、まあ、本当新しいことに挑戦してやっていかなきゃいけないなというふうには思った3年間でした。じゃあこのキャンプでその新しいことっていうのはどういうことを、目指してやってるんですか？そうですね、自分の中の感覚の中で、まあ、スイングの軌道とかをまた一からやってみたりいろいろ、まあ、考えてます。これが、まあ、形になるのがね本当にね3月なのか4月なのかっていうところなんですけど、そのあたりこうどうです、アピールをしなきゃとかどういうふうな思いですかね、そのあたりは。まあ、本当早めに結果が出るように越したことはないんですけど、まあ、しっかり一日一日の過程を濃くしてやっていければ、まあ、おのずと結果が出てくるんじゃないかなと思います。外野手争いがこれ例年だと思うんですけど、また今年も例年以上なのかという激しさですけども、このあたりはどうですか？まあ、そうですね、本当に毎年毎年、まあ、やってくる中で本当新しい選手も増えて、まあ、厳しいんですけど、まあ、自分の本当結果を出していけばおのずと自分のポジションも与えられると思うので、まあ、本当根気強くやっていきたいです。自分の力がしっかり出せればまたレギュラーつかみ取れるっていう、そういう思いはありますか？はい、本当そこを目指してやっていきたいんで、まあ、どんな形あれ一軍の戦力となるようにやっていきたいです。あの外野手でね顔ぶれも変わりましたけども、今年からは福留選手も退団されてね、ドラゴンズに移りましたけども、中谷選手も福留さんとね同じフィールドでプレーしてこられたと思いますけど、なんか福留さんにもらった言葉とかアドバイスでこう今自分の中に残っているものっていうのはありますか？まあ、出てる試合に出た時は大瀬さんが一球一球指示してくれたりしてたんで、まあ、そのバッターの傾向だったりそういうのを考えて守るってことは、まあ、僕も勉強になってそれをまあ生かしている最中でもありますし、まあ、しっかり、はい、状況に応じた守備ができればいいなと思います。結構その気持ちの持ち方とかもなんかアドバイス受けてたのかなって思うんですけど、はい、まあ、本当思いっきりやれっていう言葉が自分の中では結構強く残っているので、うん、まあ、思いっきりやる中で冷静さも忘れないようにやりたいです。なんか今日紅白戦見てて、あの今日中谷選手結果出なかったと思うんですけど、それでもこう生き生きとした表情でのプレーっていうのはすごく続けてたのかなと思って見てて、まあ、そうです、本当エラーしてシュンってなるのは簡単なんですけども、そこでまた、まあ、一歩声出せるようにと思いながら自分で振り立たせてやってた部分はありました。あ、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。これって昨シーズンの開幕前に結婚されてたんですね。はい、そうです。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか結婚生活は？まあ、そうです、本当いろんな面で助かってますし、うん、はい、噂では奥様のお料理が上手と、はい、噂では聞いてますが、はい、そうです、本当バランスよくやってくれるので、まあ、しっかりいい体調で試合に臨めてるのかなと思いました。お気に入りの料理はありますか中谷選手？いやいや、もう全部、はい、これと言わずに買わされた感じもしますけど、いやいや、なかなかねキャンプ中はその今年は外に出られないじゃないですか、はいはい、どうやってこうリフレッシュとか気持ちの入れ替えっていうのはしてるんですか？そうですね、本当難しいんですけど、まあ、YouTube 見たり、あ、やっぱりね、Amazon プライム見たり、はい、マッサージしたり、はい、やってます。それって野球と関係してる部分ですか、また全く違う？まあ、野球のも見ますし、まあ、全く違うのも見ます、はい、ちなみに野球のはどんなものを？いろんな人の YouTube 見漁ってます。あ、やっぱりバッティングの極意みたいなあれ尽くしてますOB の方たちがね、はい、結構やってますけど、はい、その他全く関係ないところでは私も結構今見てるんですけど、おすすめありますか？最近配球、はい、配球見てました。配球ってバレーのアニメです、
アニメ、はい、なんか面白いって聞いたんで。アニメまで手を出してるんですね暇なんでえそれだってもうでもね、そのドラマとかもそうですけど10時間ぐらいあったりするわけでしょ。いや結構長かったんですけど、はい、いい時間潰しになりました。あ本当ですか、はい、自主トレ中とかも本当外出れなかったんで、はい、もうそればっか見て。あそうですか。ちゃんと練習はしてますけど、まあ、自分でフォローもしてもらいましたけども、これからさらに実践も、ね増えていきますけども、リフレッシュしつつ、改めてこの2月どんな風に過ごしていきましょうか。まあ、そうですね、本当実戦入ってくる中でやっぱ結果ってなって、まあ、星があってくると思うんで、まあ、そこは本当、まあ、結果に左右されずに一日一日自分が成長するために何ができるかを考えてやっていきたいです。で長いシーズン始まりますけども、シーズン通してのこう自分の活躍のイメージっていうのは今どのあたりまで来てますか。そうですね、本当自分が活躍するいいポジティブなことをずっと考えながらやっていきたいので、本当にいいイメージを持ってやっていきたいです。はい、番組でですねちょっとサインボール、ボールにサインを書いていただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。はいはい、好きな言葉であったりとか、まあ、今期の目標とか、はい、いつも色紙に書いているような言葉があれば何でも結構です。はい、本田圭佑さんの名言。おいいですね、ちょっと読み上げてもらっていいですか。成功より成長、成功より成長いただきました。はい、これはどんなきっかけで、覚えたんですか。なんか YouTube 見てて本田圭佑さんが言ってたんで、成功より成功にとらわれがちですけど、まあ、なんかやってたら絶対昨日よりか成長してるみたいな。いいっすね。お頭はい、わかりました。まあ、体に気をつけて、はい、はい、とりあえず1ヶ月、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜は阪神タイガース中谷正弘選手のインタビューをお届けしましたが、もうね日焼けした表情、充実してるなというのが伝わってきました。一日一日、濃い内容のね、練習をして成長を続けていきたいと、成功より成長、そんな言葉もいただきました。ここでプレゼントのお知らせです。先ほどインタビューをお届けしました中谷選手からサインボールをいただきました。こちらをお一人様にプレゼントします。ご希望の方は番組ホームページのメールフォームからお願いします。必ず中谷選手サインボール希望とお書きの上ご応募ください。ホームページは ABC ラジオトラタマで検索してください。当選者は来週月曜日のトラタマで発表させていただきます。来週もキャンプ情報満載で北条文也選手のインタビューをお届けします。月曜夜9時からのトラタマプレミアム、どうぞお楽しみに。この番組はパチンコ&スロットスーパーコスモグループがお送りしました。